ベトナム語におけるアスペクトをベース、オーバン解析のための手法の開発についてベトから発表します。まず、オーバン解析とはテキスト内の意見を抽出することです。例えばこの例と比べると、文章レベルで全文の特性をポジティブに判断します。また、アスペクトレベルは、アスペクトを分類して、これらの特性を判断することです。本研究では、文章レベルとアスペクト分類のため、指数ベースの手法と、シソン・ガシウの手法を行いました。最初には指数の設定ですが、ある単語は状況によって2つの異なる特性を持つことがあります。でも、以前の研究では、各単語は固定特性で表されましたが、これが問題が多くて間違いやすいです。そのため、本研究は、文脈の単語に、コールした指数を作成しました。プロセスは2つのフレーズですが、最初は、他の言語の有名な指数に翻訳することと、実際の個別数から KOC と動詞を抽出するします。ここでは、ガリル計画式のおかげで、文章の単語の関係が取られるため、文脈の単語も抽出できます。あと、各単語は、この5つの特性を割り当てました。最後の指数は、ビタミルスティマンレシカンと呼ばれました。アスペクト分類について、今まではベトナム語でホテルのダータセットと指数がないですから、この2つをはじめにやります。最初に、この中にアスペクトカテゴリーを決めて、前の個別数から名詞を抽出して、中にのカテゴリーを割り当てました。データセットの作成で、新しいデータを使って、各文が中にのカテゴリーと、その保管の値を割り当てました。新装月数の方法ですが、これは半年と MSTM を学びました。なぜなら、これらのモデルはメモリという可能性があるため、文の意味を理解できると考えられました。実験設定として、2つの実験で、オーバン解析は、新しい指数と PNM モレクの指数を使って、3つの個別数で行いました。アスペクトの分類は同じように、設計した指数、年 MSTM を使って、新しい個別数で行います。保管方法は SQL と分割交差で行います。結果はこちら、文章レベルはこちらのようになりました。新しい指数は PNM モレクよりほとんど何倍高いスコアを達成しました。また、この指数は、ホテルのデータで作成したため、ホテルのレビュー
で、ボフランスは、必須に高いです。あとが、曖昧の単語を知り合わないと、スコアは攻撃に低下することが分かりました。アスペクトレベルの結果ですが、LSTM は一番いい結果が取られました。基礎ベースは、3年より高いですが、適合率と再現率の違いは高いので、基礎を使っておくの間違い判断やルートを考えられました。結論です。ベトナム語におけるアスペクトベースの保管形式を目的として実施しました。これがビッセンティレクトアスペクト分類のための基礎とホテルのおけるデータセットを作成しました。実験結果として保管形式のために文脈の単語によって曲線を予測することが必要です。アスペクト分類において年の指 LSTM を試して基礎ベースと比較しました。以上で発表が終わります。